さん、マジで。キックアウト追加されたらしいですよ。うん、ちょっと安心できる。第、じゃあやっていきましょう。ああ、治ったらしいですね。とりあえずね、何も情報がないからね、手探りでまずやっていきます。うお、ロードスターってこんなに乗りづらかったっけ？すげえ滑る。まあ1時間ね。ダート1時間は辛いけど、ロードコース1時間だったらまだ、いけると思う。よしよ、やっていこう。ピットインとかいるかな？滑る滑る。セッティングはめちゃ適当。セッティング適当だから、場合によってはセッティング関係で何回もやり直したりとかするかもしれないけど、やり直しは極力少なくしたいな。とりあえずフルチューン、パーツだけ買ってきて、適当に集めた状態だからね。で、あとこの車ね、運よくチケットで、デイリーのチケットでプレゼントでもらいました。だからロードスターだけは買わないで済んだ。これは買わないで今、運よく参戦できてる。20秒差か。燃料の具合とかもわかんねえからな。どんな感じで走ろうか。雨とかっていう不安要素もあるし、ここ雨降るもんね。ぐいぐい。稼げる。うん。あれね、自分ね、アップデート前にね、全部ね、サーキットエクスペリエンスクリアしといたんですよ。50億もらいました。本当はそこまでやってほしいんですけどね、アップデートで。ニュルキタ？ニュルキタ意外と難易度高かったっす、あれ。ニュルキタの難易度高いです、あのサーキットエクスペリエンス。あれはちょっと苦労したね。うん。やり直し。お？どうするこれ。どうするこれ、タイヤ。アーマーグモがさすがに反応してきたな、ちょっとだけ。見てやソフトと雨タイヤ使い分ける感じか。まあいいや、ちょっと情報だけいろいろ集めとく。タイヤは交換しない、交換しない。急だけフルに入れる。雨がどのタイミングで降り始めるか分かんないから、ピットインして、給油入れて。あ、これタイヤね、レーシングタイヤじゃないとダメですね。レーシングタイヤ限定です、スポーツは使えない。雨降ってきたね、早速。これならレーシングハードでピットアウトした瞬間に雨降ってきやがった。あとはどのタイミングで雨タイヤに変えるかだな。さあどうするか。この週で、はい。あ、でもまだ路面濡れてねえが、もう一周欲張るか。もう一周欲張ってもいいな。いや、どうだろう、わかんねえ。微妙だな、微妙なラインだな。この週で入るか、もう一周引っ張るか。あー、どっちだ、こっちは。引っ張ろう。あ、どうも、楽しいさん、こんばんは。ちょっと欲張ってみる。まだ路面が完全に濡れてないから、もう一周だけハードタイヤで引っ張ってみよう。多分大丈夫なはず、いけるはず。この週でさすがにピットインかな。雨の量的にはインターミディエットで十分だと思う。レインタイヤまではいらないと思う。残り時間30。まあいいや、ちょっと後でまたまとめよう。さすがにこの週でピットインかな。雨の量が弱いって言っても、でも路面濡れてきてるからスリックタイヤ厳しいでしょう。そうですか。はい、どうもです。濡れてきたね。さすがにピットインするか。あ、ピットインするか。雨やむのか、これ。一旦やむのか。もし、引っ張ろう。雨やむんだったら引っ張ろう。なんか、やむ、
気配があるからもう一周だけ引っ張る。まだ大丈夫。レコードライン走ってればまだ大丈夫。失敗したとしてもロスタイム1分だから大丈夫大丈夫。1周以内には戻って、1分以内には戻ってこれるから。一旦やみそうだな、この雨通過したら。通り雨か。どっちだろうな。履いた方がいいのか、このまま突っ走った方がいいのか。燃料が切れたら当然入るけど、燃料切れる前に当然入るけど、まだいいかな。どうだろう、難しいな。強くなってきたな。雨の量増えてきたな。雨の量増えてきた。増えてきた。あー、入るか、入らないか。微妙だけど。あ、でもこれは厳しいな。さすがに入ろう。入ろう。さすがにこれ厳しいわ。これ以上濡れたら厳しい。なんとか言った。うん。ウェットとインターの違いはね、まあ、雨の量が多いか少ないかで切り分けますかね。半分っていうか、6割以上の雨だったら、もう問答無用でウェット。うん。それ以外のちょっと濡れてる状態だったら、まあ、インターミデットかな。給油は全開まで入れます。給油は全開まで入れる。雨の量をちょっとでもね、あれだから。さすがにコース全体が濡れてきたか。で、雨は止んで、やっぱ通り雨だったね。ちょっとだけ降る通り雨か。でもさすがにこんだけ雨塗っちゃうと、タイヤは。いや、大切ですよ、ウェットタイヤ。本当に大切ですよ。インターミデットでなんとかなるとはね、限らないですからね。2回目の雨が降ってきた。雨が降ってきた。あれ、エプロンになってた、エプソンが。まあ、伝わるから大丈夫ですよ。エプロン NSX でも。結構楽しみじゃないですか、その修学旅行。うわ、やばい。雨の量的にはこれウェットタイヤじゃないと厳しいかも。ウェットタイヤ。14万。いやー、タイヤの維持費って大変だよね。ダメだ。これはウェットタイヤに交換だ。燃料はフルで入れる。いやー、ちょっと足にゴミが入ってる。足にゴミが入ってる。よし。うん、これ厳しい。厳しいからウェットに変えます。厳しいからウェットに変えます。で、足にゴミが入ったんで、ちょっと取り除きました。給油は満タンまで入れる。18周分はいるでしょ、うん、満タンまで入れる。よっしょ。給油はあと1回かな、給油ストップは。その時に、まあ、インターミデットか、まあ、また、レインタイヤ続投か考える感じかな。うん。まだ2周あるから、なんか間違えてピットインしても大丈夫。なんか間違えてスピンしたとしても余裕がある。ゲー。もう一周、周回遅れにしてやろうか。とりあえず、ウェットタイヤはまだ続行で、ウェットタイヤ続行で、滑るなぁ、怖えなぁ、怖えなぁ。軽いから怖えなぁ。ダウンフォースも少ねえし。まだ速度出てない分、気が楽だけど。アクセル踏んでないね、これ。アクセル踏んでないね。押し込まれる。うん、まあ、大丈夫か。まあ、いった、大丈夫だ。AI は、ピットインするやつもいる。ピットインするやつもいる。やべべべ。ああ、怖い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 。乾いてくると一気に摩耗が進むからね、レインタイヤって。このペース守ってれば大丈夫でしょう。あ、べべ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 
ようやく最初の1個目が終わるところですね。これはあと7個あります。これがあと7個ですよ。うん。これ、ようやく最初の1個。フィッシュー。よーし、いったー。あ、使ってます。歴代 GT シリーズの BGM 使ってます。一回転。あとあれですよね。浅瀬を渡るっていうのも必修科目ですよね。ジムに。横転させる。一回転させる。崖を登る。この車のポテンシャルがわかんないから、どう乗ればいいかわかんねえ。とりあえず、まずは挙動に慣れ。ペナルティー食らったな、早速。あ、FK さんこんばんは。早速新しく追加されたミッションやってます。モノ。今乗ってる車はモノですね。モノ。モノで、トライアルマウンテン1時間耐久。やり直してぇな。やり直してぇな。早速ミスってるから。やり直すなら今だな。やり直すなら今だな。まあいいや。うん、強くなりますけど、扱いがその分大変ですよね。モノ、そう、モノ、あの消しゴムのモノをリバリー作ろうかなとも思ってる、このモノで。とりあえずはやり直しはいいや、やり直ししたい気分だけど、ブレーキポイントわかんねえ。車種指定あるやつもありますね。1個目2個目は車種指定あります。ロードスターツーリングカー限定とモノ限定。同じこと言ってる。みんな消しゴムのモノを連想する。うん、やべ、1周だいたい2分半かな。ペナルティーはホームストレート。ブレーキングポイントは分かんないから、まあそれ走りながら探っていこう。あ、コーナーえぐい、エプソン NSX。あれ、なんかテンションめっちゃ下がってたから、今週やんないのかなと思ったけど、やるのか。じゃあ自分も挨拶だけしてこよう。あ、ピット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 、危ねえ危ねえ、ピットだよ、ピットだ、危ねえ。自分のツーリングカーの馬力とトルクと車重は、239馬力のトルク 21.7kg、 車重 795kg。 おぉ、窓開けてる。スバルが WRX-STI パフォーマンスさん、新透明はディーナ3車線 &120km H 制限。あ、新透明。あそこは140じゃなくて、140で飛ばしてる人もいたね。まあ一部。スタンレー、ベイブリックさん、路面が悪いし、跳ねるし、見えないし。ああ、そう。リピオ GDBF さん、初心者向けの金稼ぎできるレースありますか？初心者向け？ジズクさん、水曜日の深夜配信ずっと見ましたがやるってよ。あ、やるんだ。ええー。初心者向けのおすすめはあれかな、やっぱり。早い遅いじゃなくて、やりやすいやりにくいかの違いかな、あのダートは。うん、片手で簡単にフルカウンター当てられるハンコンは、違う、パッドは。あ、うん、そう。いや、自分はダートでもパッドで片手運転やってました。動画でもやってます、実際に。ということで、積極的に飛ばしていこう。また1時間やっていきまーす。で、今度、リアウィング、ダウンフォース取っ払ったから、高速コーナーちょっと安定性がなくなったかも。まあ、でもね、
まだロードコースだからいいよ。ラリーじゃないから、幾分マシだよ。ピットインのタイミングでついでにタイヤも変えちゃうか。タイヤも結構厳しかったから。で、スタートの時は10秒差でしょ？ 10 秒差で。おぉ。おぉおぉおぉ。好みはあるけど、アンダーが強い車だったら、ダウンフォース、リア削る、フロント上げる、ブレーキバランスは、後ろ寄りにする。で、オーバーが強い車だったら、ダウンフォース、リア上げる、フロント下げる、ブレーキバランスは、前寄りにするっていう感じで自分はやってますね。セッティングは自分的にはそうだね。それやる前に本当はまず足回りのセッティングを極めるのが先だけど、まあ大雑把にダウンフォースだけ調整するんだったらそんな調整かな。そう、まずここの軽自動車の集団がうぜえんだよね。みんな妨害してくるから、うまいこと抜かしていかないとな。最初10秒も先にいるからな。軽自動車でタイム差10秒ってできるぞ、結構。うわー、妨害してくるし、こうやって、2台で並走して妨害してきやがる。うお、なんだよ。えい。えい。見てくる、行ってらっしゃい。そして自分はピットイン。ピットイン。よし。もちろんタイヤは交換する。燃料は10周分でいいかな。つか、足が。そろそろペダルも本気で固定しないとな。ちゃんと板とか買ってやるか。いい。1回目のピット。給油時間が結構取られる。重たいな、この給油が。7。荒ぶるコード。えい。さすがに10周以上は走んない。よし、ピットイン。タイヤはもちろん交換して8周分かな。7周分でもいいかもしんないけど、そんなギリギリを攻めるレースじゃねえから。ソフトで、またハンコンが勝手に動いちゃうけど。よいしょー。よし。最初に満タンまで入れなくてよかったな。やっぱ10周も走んなかったわ。ピットイン。よいしょ。はい。4。5、6、7、8。ジズクさん、1時間耐久全部あげようかな。全部？欲しいかも。妹も大学生だから、あんまし家にいる時間っていうのも少ないしね。ジズクさん、大丈夫だ、問題ない。問題ない。まあ、それどっちかっていうと、しずくさんの問題っていうよりか、しずくさんの両親の問題だからね。よっしゃー。1時間。えい。全然ライセンスは思い出せねえ。さて、ここはどうだ？どんなレースをすればいいんだ？PP550。うん。
おお、まあまずは抜いていこう、まずは全部抜いていこう。トップとは6秒差か、あんまり離れてないから前にはいける感じだ。金がない。やっぱ金がない。そこに行くような共通の悩み。で、これチラッとメッセージ見たら、なんかノーピットでもいけるみたいなことが書いてあったから、ノーピット挑戦してみようかな、ここ。戦略次第ではノーピットも、みたいなことがあったから。ちょっと試してみる、ノーピットで。ノーピットで最初やってみる。ピット入った方が早そうだったらピット入るけど、40分までは様子見かな。ノーピットで頑張りまーす。鈴木さんも残りのレース頑張ってください。残り10分ぐらいかな。あ、19分まだまだあった。またペダルが動いてきた。またペダルが動いてきた。鈴木さん、まだ6位。6位。おお。1位早いな。1位早いな、めっちゃ。これは飛ばしてピット入った方がいいかな。てか、さらーってスルーしたけど、なんだあい、後ろの6位の車。なんだあいつは。絶対普通のエンジンじゃねえでしょ、あいつ。滑る、滑る。馬、レイクマジョーレのみ。あ、インターミディアムはまあ、強い雨降ったらね、インターミディットでもね、全然グリップしないっすよ。ほんとに滑るときは一瞬で滑りますからね。気をつけてください。しょ。4、3、2が見えるけど、1位が見えねえんだよ。よし、最終コーナー。最終コーナータイヤはズルズルだ。4つクリア。いや、そんなやんなくていいですよ。頑張んなくても。えいったー。